鈴木東民は、日本のジャーナリスト、労働運動家、政治家、岩手県出身。1920年、第二高等学校を卒業、東京帝国大学経済学部を卒業。1923年に、大阪朝日新聞に入社するが、日本電報通信社の海外留学生募集に、応じて1926年に、同社のベルリン特派員として届く。帰国後、 1935年に、読売新聞社へ移り、読売新聞の外報部長兼編集委員を務めた。ハンナチスの論人を張り、当時の中日ドイツ大使をゲオットから危険視されて、休職。協里の岩手県に帰郷した。第二次世界大戦の終戦と同時に上京し、読売新聞社に復帰。社内改革を目指して、勝力松太郎社長など、幹部の退陣を要求したが、 反撃を受け解雇されたため従業員組合を結成。組合長として第一次読売葬儀を指導。この後、勝力が永久戦犯容疑者に指名され、菅も高知書に収監されたゆえ、鈴木の解雇は撤回された。読売新聞編集局長に就任したが、1946年6月に GHQ の勧告により再び解雇。 第二次読売葬儀を指導したが、敗北した。その後、自由困和会理事長や民主主義擁護同盟上任委員を務める。日本共産党に入党し、衆院選や参院選に出馬したが落選。その後離党し、労働者農民党に移籍。1955年に釜石市長に当選。1967年の落選まで3期務めた。落選直後に、 釜石市議選に出馬し、市議を一期務めた。市長在職中の1958年に、市内を流れる講師川上に、日本で唯一無二の教場市場を建設した。第二高等学校編、第二高等学校一覧寺大正9年市大生10年、第二高等学校、1920年、P285、鎌田里市、反骨。 鈴木当民の生涯115ページ、法定証番号150、鈴木当民先生教述書、国立国会図書館デジタルコレクション、2017年7月3日閲覧、宮沢賢治全集別館、宮沢賢治研究、ありがとうございます。